黒寄りやぞ。あ、そうか。お前3分の2黒やぞ、お前。おっ、エビさん、え、いや、マイクラ人狼スタート。よいしょ。いやひえやひえやひえ、はい、はい、霊媒師、霊媒師、はい、はい、預言者の方いますか、はい、ふぅ、はい、俺だぜ、はい、あれ、あれ、はい、ん、ん、はい、ん、ん、ん、小島さん何なんすか。え、僕預言者です。え、ゾムさんは預言者です。あれ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 、これはシンマと俺の一騎打ちだ。これはゾムは、これはくそー、俺が預言者の時にこんな難しいことしようって。私はなんか占ってみよう、適当に。俺がそれを覆してあげるから。ちょっと待ってくださいよ。余計困るやんけ、それ。まあ、落ち着くんだ、みんな。とりあえず大事なことは、占い師はどっちか本物なわけやから。あ、そうか、霊媒の。霊媒の。霊媒対抗おれへんから、白学園に乗っちゃってもらおうや。先輩、すいません。ガイズ、すいません。どうしたんすか、はい、あの、僕あの、初期位置から落ちたんで、ちょっと移動してみていいですか。あ、もう逆にそこで安寧の地を得るというのもあり。ああ、そうする。だいぶ怖いな、ここ。なるほど。まあ、ええわ。ちょっとじゃあ、あの、移動したらいいかな。状況が動くまで、僕、ちょっとおとなしくしときますわ。ちょっと草見えるし、こんな。ゾムとコネシマが預言者なんやろ。はい。どうしよっかな、でもどっちかはどうせ黒陣営なんやろ。そうなんやね。まあ、そういうことやろ。まあ、グレーゾーン減らしに行く方が手っ取り早いな気もする。グレーゾーン金利の。とりあえず。まあ、まあ、心配してんから言える答え、心配してんからも言える答えやけど、確実にこれ昭和人狼が強靭やから。せやな。あ、まあせやな。うん。これから見てもそうや、君が。まあそこはもうどうあがいても、あの、どっちか判別つけへんから、グレーゾーンを占いで潰していくんだって。そうやな、この、そのせいやな。え、二人は何やったっけ、預言者。預言者やから。うん。というわけで、じゃあ、とりあえずロボロ君占ってみる？そうしよう。あ、どうぞ。あ、いいっすね。ぜひぜひ。オッケーです。いや、ようやく俺も白確定のあれが得られる時が来るわけやな。まあとりあえずロボロ証明しようか。そうやな。予約証明できそう。おー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 、引っ越します。はい、戦も結果出ましたけど、僕の方はどうすか。え、僕言っちゃっていいの。ごめん、完全俺うっかりしたわ、ちょっと聞くわ、ごめん。引っ越し先ないな、これ。ロボロ占ったんやんな。ロボロですね。イエー、ごめんな、大先生、引っ越し先。いや、ええんやで。あ、もう俺この生垣に住んどくから。しまったな、なんかフェイントかけたかったな。まあいいや。じゃあ、オッケーっすよ、僕大丈夫っす。じゃあ、じゃあ一斉にどうぞ。一斉ので、グラビト来ましたわ。逆に言うと、でもこれで白確定。ロボロは確定やな。ロボロ確定な。よし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 、確定フェイントですよ。よかったよかった。よしよし。ロボロ君、君には生殺与奪の権利がですね。やったぜ。おお、お前らマイクを。いや、ちょっと二人主導でなんとか なんとか頑張ってくれ。ちょっと俺はトラップに引っかかってるから今。どういうこと。ゾムトラップに引っかかってるから。ああ。でも結論から言うと、村人が一個判明したってことは、少なくとも、はい、グレーゾーンのうちの方、あのだから三分の二は結局黒陣営なんで。うん、もういいんじゃないかな、その際は。じゃあ俺も壊されても仕方ないのか。俺なんか確率論だけで言うと、グレーゾーン全員潰した方が、割と確率上がんのよ。俺と大先生とエーミールか。そうそうそう、その3人のうち3人死んでも2人は確実に黒陣営なんで。じゃあ俺はあれだな、大先生とエーミールを殺しに行けばいいってことやな。じゃあ私はシャオロンさんと大先生を殺せばいいんだな。やるころはそのグレーゾーン全員殺せばいいから。よーし、行ってきまーす。やったぜ。ただゾムコネが、はい、どっちか撃ってきた瞬間に多分黒矢と認定する方が早い。まあ俺はトントンとロボロは絶対撃たへんから。まあ俺も撃たへん。ロボロ撃たれるってことは少なくともそいつは黒陣営。うん。うん。
あ、逆にさ、うん、ロボシャアを撃つエーミールがさ、うん、俺を攻撃してきてももはや黒だよね、そいつ。まあ、それはまあ、でもでもお前、強靭の可能性もあるしな。人狼強靭の可能性あるやん。いやいや、あ、まあそうか、そうなるか。うん。うん、言ったけど、予言者に攻撃しに行くのは、どちらが本物か分からん以上、どっちの可能性もある。確定プロとは言えないよね。なんかもう、予言者占ったやつはもうこもっとったらいいじゃん。で、こもってないやつが多分。てか、予言者はもうこっからあれやで、動かん方がええで。動かん方がいいよな。動いてるってことは、すなわち、そういうことで。俺もこの部屋でバリスタしとくから。じゃあ俺もこの部屋でバリスタしとくかな。よいしょ。そう言われると俺も出たくなくなってきたよ。それは。なんでやねん。で、俺現状能力的に誰も死んでないから何もできんねんな。頑張っていってください。どっちなんやろな。強靭と強靭どっちなんやろな。あ、どうしたか大先生。すいません、僕そろそろ家の中入っていいですかね。あ、そこにおんの？ダメです。そろそろ家の中入れても。まあ、確率論的に言うとお前割とお前黒寄りやぞ。あ、そうか。お前3分の2黒やぞ、お前。確認されとくわ。じゃあ、エミさん、ん、いや、殺せ殺せ殺せ、殺せ、あ、俺殺しても、え、なんでガードするんですか。あ、待て待て待て、わかった、ちょっと待って、君にこれをあげる。なんですか。それを渡してから死ぬと、ちょっと、うん、はい、本当にそうですよね。あ、それは貴重なもん持ってんの。いや、ロブロ、それやったらあれちゃん、もう弓矢押収して、そう、弓矢押収して、あ、無力化したらいいやん。あ、弓矢、あ、ほんとに全部くれた。ほんとに全部くれた。それをに、それ肉壁にして前に出てください。以上、肉壁です。僕肉壁です。はい、いいですか、てください。はい、行ってきます。あ、でも確定じゃんちゃいます、これ。大先生じゃん。大先生じゃん。なんでやねん、そんな俺だってできるぞ。あ、でも確かに、だってこれまだポージングの可能性だってあるから、一応。いや、むしろロボロとエミールがもし人狼だったら、それは結託するわな、そういうパフォーマンス。お前、自分で占った、自分で占った、お前何言ってんの、お前。お前、ガバガバやぞ、お前。お前、人狼やな、お前。強靭だったね、かっこいいね。小手島君、ちょっとさすがにガバガバすぎませんね。いや、これは。ロボロさん、待って、私その前歩きますよ。あ、誰か着いた。弓矢の音がする。そこや、逃げろ逃げろ。あ、逃げるんすか。逃げるんすか。逃げるんすか、もろいな。少なくとも小島先輩、今の発言はちょっとさすがに、ちょっとガバくない、ガバくない、君。いや、すいません、ちょっと完全に忘れてましたね。いや、でもこれで人狼さんサイドにね、分かったんじゃないかなと。で、僕が見たかったことは、おい、エリさんやられた。ええ、誰に。わからん、どっからだ。あー、ご主人が働いてる。いいよいいよ。あ、調子いいんだよ。